大府市立大東小学校は愛知県大府市にある市立小学校。大府市立大府小学校のマンモス効果を解消するために2012年に大府市9番目の小学校として開校した。2012年3月14日に竣工式が行われ、2012年4月1日に大府市立大府小学校から分離して開校した。大府市9番目となる小学校である。 開校時の学級数は20学級であり、児童数は541人だった。太陽光発電や壁面緑化など環境にも配慮した設備を有している。交流ホールや家庭科室は往復市民に開放されている。2012年の開校時から校内無線 LAN が導入されており、すべての教室に電子黒板や書画カメラが設置されている。教室と廊下を隔てる壁は、 可動式であり、壁を開けて、教室と廊下を一体的に使用することもできる。学区の東側は、境川を挟んで、刈谷市に隣接しており、南側は、千田郡東浦町に隣接している。学区内には、水田などの農地、工場用地、古くからの町並み、新しい住宅地が混在している。公立学校に進学する場合は、 オ府フ立大府中学校に進学する。学区内には東部地下温水プールやグリーンプラザオーブなどがある。ありがとうございます。